せていただきます、ね、はい、ご質問のあるメディアの方は挙手くださいませ。なお、お時間に限りがございますので、すべてのご質問にお答えしかねる場合がございます。ご質問のある媒体者様はお手数ですが挙手していただけますでしょうか。2列目の方お願いいたします。先ほどの説明の中に、メーカーの課題として部品在庫リスクを低減したいというふうに輸入機作りに対して の課題が書いてあったと思うんですけれども、これについて輸入機開発についてどのような、今のところ考えポイントがあるのかを教えてください。今のスタートの段階における、シリーズ機から手始めていきますが、皆様に賛同を得られるようになりましたら、今後はシリーズ機以外にこれをメインでという考えもあります、それでよろしいですか。また以前にちょっと拝見した資料の中に、はい、コンテンツが各社、はい、結構メジャーなものを使ってらっしゃるとかですね、はい、部品の再利用だったりそういったこともされているように聞いて伺ってるんですけども、はい、そのあたりはいかがでしょうか。はい、ではうちどもの技術員の方にちょっと振らさせていただきたいと思います。穂谷君。はい、そうですね、やはりメイン機種というのは受注生産になりますので、やはりどれだけやっぱり売れるかわからないというのもやはりございますが、やはりこのちょいパチにつきましては、ある程度決まった数というのが、最初から想定されますので、メーカーとしては用意する部品ですとか、またその機械を作るために、メイン機種からどのような、製造 その計画を立てて、例えばあとは、部品を再利用するですとか、そういった計画が立てやすいというところからこういう資料になっております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。他にご質問のある方、こちら2列目の方ですね。ただいまマイクをお持ちいたしますので、御社媒体名とご質問をお願いいたします。プレイグラフの鹿田と申します。ちょっとリアルな話になってくるんですけれども、ちょいパチを導入するコスト面でありますとか、有機価格であるとか、そういったことは一体どのようになっているんでしょうか。はい、当然遊べる有機ということで、高価な機械代金にならないように、って考えております。効果にならないようにということは、これだけで開発をし、また有名どころの高い版権ではどうしても機械代に反映されてコストの高いものになりますので、最初は先ほども言いましたように、シリーズ機から引用させていただきまして、コストがかからないようにというふうに思っております。よろしいですか。しました。あとですね、お客様の方なんですけれども、大体どのくらいの価格帯で4パチの場合遊んでいるような感じのことをイメージされているのかなっていうのはお分かりになりますでしょうか。それ不安としてですか。お客様が遊戯されるときに、はい、ホル様に遊ばれる不安ですよね、はい、少々お待ちください。じゃあ技術員の穂谷君頼みます、はい、想定としては程度を羽も想定しております。羽物と同等という感じでしょうか。はい、そうでございます。承知しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの方お願いいたします。2列目の方、御社媒体名とご質問お願いいたします。遊戯ジャーナルの斉藤と申しますけれども、先ほど理事長のご挨拶の中で、コーナーですとか列というような表現がございましたけれども、
最低例えば何台販売するのしなければいけないのかという、決まりはございますか。それともう一つはちょいパチをファンの皆様にどのように PR していくのか、その辺をちょっと知りたいんですけれども、お願いします。まだ今許可取りをしてて、適合のメーカーもあり、まだ今申請中のメーカーもあり、具体的にどうのこうのはないんですが、もう何台なければいけないということも、そういう縛りもありませんし、ただ全てのメーカーにいろいろ許可取りをしていただいて、普及に向かって小台数でもということで、小台数かける今の2個素メーカーが35社ありますので、そういう関係上ボックスなどに導入できたらと思っております。よろしいですか。あとは一般のお客様に対する PR をどのように考えていらっしゃいますか。はい、我々は導入するまで、メーカーとして、業界内でいろいろ PR、特にホール経営者の方々には PR できますが、その後はホール様でやっぱりビギナーでも安心して遊べますよというのは、メーカーとホール様で一緒になってアピールをしないと、最初だけもてはやされて、なんだつまんないわでは終わっては意味がないもんですから、今まで我々もいろんなジャンルを提供してきましたが、やっぱり売りっぱなしっていうふうなことも今までやれてきましたので、一緒になってですね、PR、ホール様と一緒になって PR、安心安全で、パチンコの入門編ですよっていうような感じで、PR していきたいなと思っております。以上です。それに関しましてですね、今テレビを使うということ、いろいろ規制がございますし、それからチラシでも文言が規制が出てますけれども、その新しい遊べるパチンコということで、行政の方から、なんかこういう形ならば PR してもよろしいとか、なんかそういう折衝はしてるんでしょうか。はい、当然今公社公正に頼ってきた業界ということで、本来の大衆娯楽に戻りなさいということのいろいろ指導を受けている今時期でありますので、我々が当然低価格で遊べる遊戯機およびちょいパチなどは、もう行政側からしてもいいことだねというふうに、おっしゃっていただいていると思っております。で、PR はなかなかテレビの媒体などで、おのおのの機種の PR はやめようというふうに取り決めがありますので、まずは口コミで、皆さんの業界紙、またいろんなメディアの方々にも、今後のパチンコは本当に、庶民の娯楽であるということを口伝えで PR ができたらなと思ってます。またイベントなど、ニコニコ超会議など、またいろんなイベントもするときには必ず PR をさせていただくというような感じでおります。まだまだこれからスタートでありますので、また皆さんから PR の効果が出るようなアドバイスなどがありましたら、アドバイスをしていただきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。他にございますでしょうか。お願いいたします。こちら右手の、媒体名と御社媒体名と、ご質問お願いいたします。アミューズメントジャパンの野崎と申します。今動画の方でもスケジュールというのが出ていたのですが、実際にホールに導入されるのがだいたい最速でいつぐらいなのか、あとはですね、ホール団体さんとのお話の中でどの程度の賛同が得られているのか、その2点をお伺いできればと思います。お願いします。先ほども説明した通り、適合を受けているメーカーまだ今申請中ということで、あります。で、
早いとこは当然あの前日様日中京様、まあ、遊戯産業活性化委員会の皆様にはいろいろ今後こういう機会も、まあ、ジャンルの一つとして、使っていただきたいということは日構想としては提案させて、いただいておりますが、ある程度5月は、まあ、あのサミットの関係で自粛とか、また6月コーナーなどを囲みたいということで、ある程度のメーカーが取れてからと思っております。ただその前に、当然私ども日構想としては、まあ、私自身の会社も、7月8月に向けて、導入のアピールはさせていただくつもりであります。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。それではお時間になりましたので質疑応答を終了いたします。続きましてフォトセッションに移らせていただきます。撮影のご用意をいたしますので少々お待ちください。はい、フォトセッションに移りました。カメラをお持ちの方は、ね、チェロス手上げろ手上げろっていうね、皆さんもいらっしゃいましたけど、一応私本日レポーターですんでね、あの俺が手上げたら狂ったのってみんなが思いますから、それ無理なんですよ。あのみんなもう求めるものがもうハードル高いわ。それ無理よ、それはびっくりした、もうみんなむちゃくちゃ言うな本当。この後ね、スペックはこの後、ちゃんと、確率もろもろ説明します。はい。マジの話